ダウンバーストで倒れた街路樹ダウンバーストによって同じ方向に揃って倒れた木々ダウンバーストとはある種の下降気流でありこれが地面に衝突した際に四方に広がる風が災害を起こすほど強いものを言うこの突風は風速50メートルを超える場合がある気象学者の藤田哲也はシカゴ大学在籍時1975年6月24日に 発生したイースタン航空66便着陸失敗事故調査を行い、この時の下降流がそれまで考えられていた赤乱雲の下降流と異なるためダウンドラフトウトバーストと呼び、この時よりダウンバーストの故障で呼ばれるようになったとされる。赤雲や赤乱雲は通常強い上昇気流によって形成されるということが知られているが減水期に入ると 降水粒子が周囲の空気に摩擦効果を働きかけることで、下降気流が発生する。この下降気流のうち、地上に災害を起こすほど極端に強いものをダウンバーストという。ダウンバーストは様々な被害を及ぼすことが多く、特に航空機にとっては深刻で最も注目すべき気象現象である。なお、下降気流の風速は通常のものでも強い台風あるいは、 F1 の竜巻並みの瞬間風速秒速30メートル程度が観測され、稀にこの倍以上の風速に達する。ダウンバーストは地上付近に吹き下ろした後、地面にぶつかって水平方向に広がる。この広がりが約4キロメートル未満の局地的なダウンバーストはマイクロバースト、広がりが4キロメートル以上の広範囲のダウンバーストをマクロバーストと呼んでいる。普通、 マクロバーストよりもマイクロバーストの方が風速が速く強い。また、ドップラーレーダーの観測においては、レーダーに対して離れる方向と近づく方向のに方向の風速の差が秒速10メートル以上のものをダウンバーストとしている。ただし、風速差の範囲があまりに大きいものはレーダーでの判別が難しいため、主に風速差の範囲が4キロメートル未満の マイクロバーストを対象としている。ダウンバーストの規模を表現する際には、単に観測された最大瞬間風速を用いる他に、フジタスケールを用いることもある。発生原因としては、主に二つ挙げられる。一つは、積乱雲の中で、膨大な量の水滴が落下しているため、それにより、空気が押されることによる。落下する水滴による、 直接の押し下げのみならず、摩擦のために水滴とともに動く、水滴周辺の空気の落下もこれを補強する。もう一つは、潜熱、顕熱によるものである。落下中の効率部は誘拐し、多量の誘拐熱を空気から奪う。また、乾燥した層を通過する。際、急激に蒸発しようと指揮下熱を奪う。また、温度の低い層から落下してくる効率部や雨滴はそれ。 自身の温度が周囲の空気より低く状態変化を伴わずに顕熱を奪う。このため周辺の空気が冷却され密度が増し下降気流が強化される。ダウンバースト発生前には戦術した原因によって積乱雲の運転付近にメソスケールの小高気圧ができる。ダウンバーストは積乱雲発生時の上昇気流によって下支えされていたメソ肺が 冷却による密度上昇と上昇気流の硝酸をきっかけに地表に向かって一気に冷気を放出する現象と見ることもできる。海で発生した場合、白い嵐と呼ばれる。ダウンバーストの被害は日本でも多く報告されているが、特に被害が深刻なのはアメリカ合衆国である。米国の研究によると、ダウンバーストは雷雨がある日には、 約60%から70%もの高い確率で起こるということが知られている。また、上に述べたように、水滴が乾燥した層を通過する際、下降気流が強まるので、このことからも乾燥した大気の層の上に必順な大気の層がある時は強いダウンバーストが起こりやすい。しかしこの場合は、水滴が完全に蒸発してしまうので降水は弱いか観測されない。 また、その逆に湿潤な層の上に乾燥した層がある場合、降水により空気が引きずられることで周囲の乾燥した空気を雲内に引き込み、その中で雨滴が激しく蒸発するために冷却され、下降気流が発生する。これが強い降水や氷がある時に観測されるダウンバーストである。前者を乾燥したダウンバースト、後者を湿ったダウンバーストという。 乾燥したダウンバーストは、米国の中西部の半乾燥地帯で多く、米国南部や日本では湿ったダウンバーストが多い。以上のことから、ダウンバーストが発生するには乾燥した層が、大気中に存在することが必要条件と言えるだろう。特に前者は農地にとって、ダストボール、またはハブーブといった土壌流出の一因ともなる。ほとんどのダウンバーストは、 成長過程で温度を下げる仕組みが働くため、冷たい。しかし、ごく稀に暖かいダウンバーストが観測されることがある。ヒートバーストといって、激しい下降気流によって大気が圧縮されて暖かい。ダウンバーストになると考えられているが、詳しい仕組みは未解明の部分が多い。観測例は、非常に少なく、夜間に発生することが多い。マイクロバーストに着陸を行っている。 航空機にとって、このダウンバーストは、墜落に直結する現象である。これは特に失速速度に近い速度で飛ぶ、機体姿勢の不安定な着陸時に強い、下降流によって地面に機体が押されるためである。またダウンバーストと同時に起きる現象として、ウィンドシアがある。これは、ダウンバースト中心から下降流が地面に吹き付けるが、この下降流は地面に跳ね返されて、 乱気流となり、ダウンバースト中心から放射状に風向が変わる。つまり低高度で急激に風向が変わるのである。例えば着陸侵入時に滑走路手前で、ダウンバーストが発生していたとすると、最初は強い向かい風が吹くために機体が浮き上がる。これに対して、エンジン出力を絞るなどしてパイロットは、着陸侵入を続けるが、ダウンバースト中心付近を通過すると一挙に機体が、 地面に向かって押された後で、今度は機体に対して強烈な追い風が吹く。このためエンジン出力を増して、待機速度を上げる必要に迫られるが、民間機用のジェットエンジンは、レシプロエンジンと違いパイロットの操作から、出力上昇まで数秒のタイムラグがある。従って、着陸時はもともと失速速度までの余裕が少ない、ために、あっという間に失速に陥ってしまい。 低高度のため回復させる余裕もなく、墜落してしまうことがある。墜落に至らなくても、ほとんど墜落に近いかなりの衝撃を伴った、ハードランディングとなる。このような事故が1970年代から1980年代に、特に民間航空機の就航本数の多いアメリカ、合衆国で多発した。そのため、近年では空港に、気象用、ドップラーレーダーを設置し、 その発生を検知、予測し、墜落事故の防止を行う研究が進んでいる。また、航空機側でもウィンドシアに対する対策は進められており、A320 等ではウィンドシアを感知した場合、警告を発するとともに、自動的にゴーアラウンドに入って回避するプログラムが作動するようになっている。アメリカ合衆国におけるダウンバーストが原因となった航空事故としては、 などが挙げられる。なお、日本でも、旧日本エアシステム機が1993年に、花巻空港で、ウィンドシアを大きな要因とした着陸失敗事故を起こしている。ありがとうございます。